はい、今回 MF ゴーストのお話をしていこうかなと思います。2024年秋アニメからセカンドシーズンの方が放送開始となるんですけれども、現在ね、東京 MX さんの方で夏クールとして7月からね、毎週月曜日11時から再放送をやってるんですが、そのまま秋クールの第2期のパターンに進んでいくという形になるとは思います。そんな中ですね、今回こちら MF ゴーストのアニメーションの方で担当している、恩田直之さんという方がおられます。劇場版ベルセルクだったりとか、劇場版サイコパス2だったりとか、同秋クールに放送されるダンダダンのキャラクターデザインだったりとか、もしくは閃光のハサウェイサン・オブ・ブライトのキャラクターデザインを担当することとなっている方です。結構キャラクターデザインとしては定評のある方となっていて、恩田さんが担当するアニメーションっていうのは、原作ありきの作品も含め、アニメーションとしての良さというところが存分に出るのが恩田さんのこの力となっていて、恩田さんがキャラクターデザインだったら間違いないなと思われる方もおそらくおられるかなと思います。でそんな中ですね、今回 MF ゴーストの方では、この現在放送中の再放送に合わせてラフがですね、設定ラフというところが X で公開されています。今回ね、ここについてちょっとピックアップしていこうと思うんですが、ちょっと面白かった点があるんで、そこについて紹介していこうかなと思います。そんな MF ゴーストなんですけれども、ぜひともね、こういう裏方を知っていくと面白さも広がりますし、セカンドシーズンにおいても楽しみが増えるかなと思うので、ぜひ皆さんのご意見だったりとか感想等あればコメントをお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。非常に参考にさせていただいております。では早速本題に入っていきましょう。今回こちらね、オンダプラスドットさんという方で、オンダさんのこうマネジメント担当、情報アカウントという感じで公式に発信をされているアカウントがあります。でこちらの方で、リクエストがあればいろいろこう出してくれさるということで、結構ファンとこう密接に関わりながら X で投稿されているんですが、いろんなこう沢渡幸輝だったりとか、沢渡幸輝のこのジャケット描くの大変だったよとか、設定画が公開されています。ミハイル・ベッケンバウアーだったりとか、相葉俊だったりとかね、相葉俊に関しては変顔のアイディアがたくさん盛り込まれていたよというのがあるんですけれども、西園寺蓮だったりとか、もしくは北原のぞみ、女性キャラクターたちっていうのは LINE だったりとか毛の毛量だったりとか、そういうところにも注目されていて、蓮に関しては初投稿というところは少女っぽかったけど、だんだんこうお母さんになっていたよとか、そういうね経緯も見れるので、だからこそあの MF ゴーストっていうのは原作からこうアニメーションになった時に違和感がなくて、かつこうブラッシュアップされた状態で出てきたっていうのが納得できるかなと思います。で今回一番注目したいんですけれども、私も個人的に動画の方でいつも触れている、尾形いますよね。で尾形なんですけれども、実は MF ゴースト史上最も描くのが難しかったと言われています。しかも40代という情報が出ていて、描かれた最初のこう絵がこちらとなっています。めちゃくちゃスタイリッシュな尾形なんですよね。これはこれでちょっと見てみたいなと思ったんですけれども、その中から相葉俊と同世代ということで、恩田さんの一番のこだわりというところでは可愛いというところだったそうです。そしてこの今の現在に至る尾形の姿になっているという形ですね。こちらの方が原作とは近いと思いますし、何よりやっぱ尾形はこっちだなと思います。ただこのね、変わる前の最初の投稿ってところがめちゃくちゃ面白かったんで、今回動画にしてみました。もう言わずとも知れた MF ゴーストにおいては、もうヒロインと言っても間違いではない尾形なんですけれども、こんな感じでいろんな背景があるよということを知ってみると、また見方も変わってくるんではないかなと思います。この尾形メカニックとしては本当松本超えるんじゃないかなとか思ってみたりとか、いろんな想像もできますよね。はい、今回こちら簡単なんですけど、 MF ゴーストに関してキャラクターデザインについて触れていきました。恩田さんが関わる作品というのは MF ゴーストに限らずかなり定評が高いので、ぜひともね、他のアニメ見られる方も恩田さんの名前は注目されてもいいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんのご意見だったりとか感想等あればコメントお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。